担当症とは、前後径が幅に比較して短い状態のこと。後頭部扁平を併発することが多い。後頭部扁平とは、後頭部の曲率半径が減少している状態のこと。俗に、絶壁等と呼称される。上述した通り、担当症は、後頭部扁平を併発することが多いため、担当症と後頭部扁平とは区別されないことがある。日本でも、 後頭部変兵を指して担当症と称することが多い。ただし、両者は区別すべきだとされる。欧米と日本では遠隔に大きな違いがある。欧米では、うつ伏せ根が乳幼児突然死傷後群の危険因子であることが判明したため、うつ伏せ根の文化から仰向け根の文化へと一大転換が図られた。しかし、その結果として乳幼児の頭蓋変形が、 飛躍的に増加し、図外変形に対する医学的な研究が発展するとともに、社会的な意識も高まった。そこで、頭の形は、親の責任という考え方が広まりつつある。他方、日本では、そもそも、仰向け根の文化であったことに加えて、下記のような誤解が蔓延しているため、図外変形に対する意識が高まらず、現在に至っている。骨合担当症とは、 乳幼児の両側の感情包合が早期融合することによって起こる担当症のこと。頭蓋骨包合早期融合症の一種である。頭位性担当症、または変形性担当症とは、仰向け根などの外圧により、乳幼児の頭蓋が変形することによって起こる担当症のこと。位置的頭蓋変形症の一種である。 骨融合性担当症との対比において、非骨融合性担当症と呼称されることもある。日本では調査、研究されてはいないため、不明である。ただ、日本は欧米ほど、頭蓋変形に対する意識が高くないため、欧米よりも多いと考えられる。アメリカでは、1歳未満の乳児の16から48%に、位置的頭蓋変形が見られた。まずは、 頭蓋骨包合早期融合症の診断を行う。頭蓋変形に該当するかどうかは頭長幅指数によって診断する。等位性担当症は胎児期や乳児期に頭蓋へ外圧が加えられることによって発症する。発達地帯を生じさせる可能性がある。厚生労働省の医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会においても以下のように記載されている。 これまでは、乳児期の外圧による頭蓋変形は、成長発達地帯や機能障害の原因にならないと考えられてきたが、変形性社頭等を伴う事例では、神経発達及び運動発達に遅れを伴うとの報告が複数ある。近世斜形に伴う場合など、一定期間の積極的体位変換等に反応しない場合や、高度の向き癖が持続する例では、 頭蓋変形が自然警戒する可能性が乏しく、神経発達及び運動発達の遅滞を予防する観点からも中等度以上の変形性社頭等について積極的に治療の適用があると考える。第22回医療ニーズの高い異常危機器等の早期導入に関する検討会について構成、労働症頭痛を発症する可能性がある。卵子を発症する。 可能性がある。顎関節症を発症する。可能性がある。二次的射形を発症する。可能性がある。脊柱側、腕症を発症する。可能性がある。位置的頭蓋変形症は、顔面変形を伴うので、位置的頭蓋が顔面変形症と呼称されることもある。歯裂異常を発症する。可能性がある。自転車用のヘルメットが合わなかったり、眼鏡が斜めになる。 等位性担当症には以下のような予防法がある。タミータイムとは乳幼児が起きている時に保護者などの厳重な監督の下で乳幼児を腹ばいにして過ごさせる方法のこと。体位変換法とは乳幼児の頭の同じ位置ばかりが下に来ないように乳幼児の体位を変える方法のこと。治療法としても有効である。どちらの担当症も治療が必要である。 厚生労働省の医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会においても以下のように記載されている。日頭外包合早期融合症による乳児頭外変形の継承例では定型や発達に伴って改善するが中等度以上では就寝時の向き癖が治らずに平坦部に持続的な頭部実調がかかるために頭外の変形が増悪、固定化すると考えられている。 第22回医療ニーズの高い異常機機等の早期導入に関する検討会について構成。労働症骨融合性担当省は外科治療を行うのが一般的である。等位性担当省は頭蓋形状強制ヘルメットによって強制治療を行うのが一般的である。骨融合性担当省でも術後にヘルメット治療を行う場合がある。ヘルメット治療については 厚生労働省の医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会において以下のように記載されている。近世社経に伴う頭蓋変形はもちろん、その他の頭蓋変形に対して簡便で安全、より効果的な治療が可能となり、患者、保護者の肉体的、精神的な負担の観点から既存の治療法より優れていると考えられる。 第22回医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会について構成、労働省日本で流通しているヘルメットは以下の通り、海外のサイト国内のサイト、ありがとうございます。